今回 MC っていう仕事をさせていただいたんですけど、ステージに上がってなんかパフォーマンスしたいっていうのは人生のうちには何度もあったんですけど、緊張とかそういうのも特になく、ただプレッシャーがめちゃめちゃあって、 YouTuber として呼ばれてるんで、なんか面白いことしなきゃいけないんじゃないかとか、会場を沸かせなきゃいけないんじゃないのかとか、前日ぐらいからどうしようかみたいな、進行役っていうものになってくると、グランプリを発表させていただきますとか、結構こう事務的なアナウンスとかをしたりもするんですけど、それとユーピーのキャラクターがどれだけこう出していけるかみたいなところがありましたね。あいうえおで次いうえおあってずらしていく、あいってずらしていく、うえおうえおあいかきく、じゃあ一回やろうそれ、あいうえおそのとこでやるってのか、もっと早い時は早い、あいうえおゆえはうえはえわいおわゆえかきく、結構聞く、結構かく、結構かく、ガチそれ最後にやるのやば、じゃあやりますか。今回アシスタント MC で九州ビジュアルアーツの学生さんがついてくれたんですけど、まあ助けられましたね。いや多分本当にもうアシスタントですよ、もうアシストガンガンしてくれた感じで、もう僕一人じゃもうあのステージはちょっと成り立ってなかったんじゃないのかって思うぐらいなんで、本当に感謝してますね。あメインです。あとはもう優先になります。開演に先立ちましてお客様にお願い申し上げます。ここにおいで、はい、光るですね。本日総合 MC のお担当しさすいません、もう一回いきます。皆さんこんにちは。本日総合 MC を担当させていただきます、 YouTuber のゆうぴーです。アシスタント MC を務めさせていただきます、九州ビジュアルアーツ声優学会池田愛です。よろしくお願いします。辻達平です。よろしくお願いします。はい、向かうゆ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 うわおわおわおあいうえおあいうえお、全体的にこの辺ほぐすのがそういう、はい、ほぐした方がいいね、やっぱ。皆さんこんにちは。こんにちはって言ったこんにちはこんにちは、皆さんこんにちは。 MC が外国人っていう斬新な。いよいよだね。音楽好きな人たちが集まるとこうなるのかっていう、今回は弾き語りだったり、アイドルの方もいたりだとか、ロックバンドだとか、ジャンルは違えど音楽が好きな人たちが
集まってみんなパフォーマンスするっていうあの場がすごく僕にとって刺激的で、まあ、僕自身ドラムやって人前で演奏するっていうこともあったんですけど、熱量が違うというか、一つ一つの多分ステージにこう思いをぶつけていってるんだろうなっていうのがすごく伝わる5時間でしたね。はい、こんにちは。こんにちは。皆さん、こんにちは。本日総合 MC を務めさせていただきます YouTuber のゆうてぃです。本日はよろしくお願いします。地方でそういう才能がある人たちが集まって一つのイベントになって、でそれに参加できたっていうことがもう本当に嬉しく思います。これからも、まあ、こういう MC のお仕事もしたり、地域のイベントとかなんかそういうのに参加して、もっともっとこう業界全体を盛り上げていきたいなと改めて思いました。これからもゆうぴ頑張っていきます。